今日は1月16日すべての経験は宝ですよっていうことをお伝えしようかなと思ってます。あなたが生きてきた中でさまざまな経験を積んで今のあなたがこうして存在していますよね。でその経験の中にはいい経験もあればあまりねこう思い出したくないような経験もあったと思います、ね、そのあまりね経験したくないような経験をしてしまうとねどうしてもこう次に何かをするときにブレーキをかけてしまったりとかねそういう可能性もありますよね。でまあそれをねトラウマとかって呼びますけど、ね、トラウマになってしまって同じようなことが起きたらどうしようかなって人はこう自分をねこう無意識に守るようなこう危険を回避するようなそういうね行動に出たりするんですけど、経験こそが私たちの生きた証であり経験の積み重ねで人生は形成されていくと私は思います。なのでどんな経験も経験することを恐れることなく生きていきたいなって私は思ってます。それでその一つの何か経験をねそれは私がそれを経験したかったから経験したんだって私は捉えるようにしてるんですね。数々の大きな大きな困難を私は乗り越えてきました。でその乗り越える渦中は辛いしね、そんな風に捉えられない時も正直やっぱりありますけど、でもこう振り返った時にあこれは私が経験したかったことでこれを経験したおかげで、まあ、今の私はこういうことを学べたな気づけたな、まあ、こういう知恵を自分自身の中にこう自分自身の中でこういう知恵に変わったなってたくさんこう感謝することもあるんですね、まあ、全て丸ごと自分自身の人生を受け入れるそういうことがこう次なる扉が開くっていう鍵になるんじゃないのかなって思うんですね。経験全てが宝物なので、であなたの人生に必要のないことは起こらない、私はそう捉えてます。私の人生に必要のないことは起こらない、私が学ぶ必要があるから、私がそこから気づく必要があるから、だから起こったんだなっていうふうに捉えるようにしてるんですね。で今日ねご紹介したいボトルなんですけど、恐れ不安恐怖ってテーマは第三チャクラね、この陰のところですね、第三チャクラがテーマになるんですね。まあ、そのネガティブな恐れ不安恐怖のエネルギーが溜まりやすいのもこの第三チャクラですね。なんかこう不安を感じたりこう恐怖だったりって胃がギューって痛くなったりしたことあると思うんですけど、やっぱり胃がその反応しちゃうんですね。で以前もお話ししたかな、そのチャクラには護身仏がおられて、第三チャクラは不動明王様なんですね。不動明王様って、まあ、不安恐れ恐怖だったりねそういうのをこう炎をね不動明王様の知恵でこう断ち切ってくれるとかっていうじゃないですか。第三チャクラは不動明王様なんですね。で今日 のボトルがこの4番、これ第三チャクラ対応のボトルなんです。チャクラトリートメントマッサージって私チャクラに特化したマッサージをしています。それのこう第三チャクラ皆様の胃のところに塗ってこれでケアをしていきます。下がゴールドで上がイエロー、シェイクするとゴールドになりますね。まずサンライトボトルって、まあ、太陽のボトルですよね。
内なる知識と内なる知恵、汝自身を知れの扉を開くボトルと言われていますね。でアファメーションは、私は安全です、私は自分が何も知らないことを知っています、ね、私は何も知らないっていうことを知ってるんだよって。ゴールドは自己価値ですね。自分の価値をこう認めることで、気づくことで、私たちはこう輝くんじゃないのかなって思うんですね。自分の価値をこう認められないときは、やっぱり自分自身の輝きっていうのは放つことができないんじゃないのかなって思います。でないものねだりではなくね、自分自身をしっかり見つめて、自分自身の価値に気づきなさいっていうボトルの声が、ボトルの声なんですね。自分が自分の価値に気づいていく、それがとっても大切なんじゃないのかなって思いますが、それぞれの人生だし、それぞれのこうプロセスがあるし、他とね比較して、ああ私はダメだなとかって落ち込むんじゃなくてね、その人はその人の人生、私は私の人生で、私の中の価値を見出していくっていうのがとっても大切になるんじゃないかなって思うんですね。で経験は、ごめんなさい、知識、黄色は知識なんですね。知識は経験を通して知恵に変わる。色で言うと知識はイエロー、知恵はゴールドと捉えます。知識はあなたの経験を通して知恵に変わりますよっていうバトルですね。でもう一本、これはゴールドゴールドです。41番エルドラードウィズダムボトル、黄金鏡って英知のボトルと言われます。もうゴールドゴールドなのでね、もうまさに知恵のボトルですよね。人と比べず、あなたが今できることを考え行動していきましょうとボトルは語っています。このね、ボトルのストーリーね、古代の黄金鏡伝説って聞いたことありますか？多くの勇者たちが伝説の黄金鏡を探しに旅に出るんですね。で、誰も黄金鏡を見つけることはできなかったんです。でも、その旅に出た人たちはね、その黄金鏡を見つけるための旅に出て、その旅のプロセスで様々な知恵を身につけ、成長し、自分自身が磨かれていきました。私たちの人生の旅もね、自分が思ってないような困難だったり、辛く悲しい出来事だったりね、いろいろありますよね。でも辛く苦しい中でも、どんな困難の中でも、私たちはそこから学び、それを経験することで、それらすべてを自分の知恵に変える、自分を信じる力に変えていくっていうことができます。だから私がお伝えしたいのは、外じゃなく自分の内を見て、自分を信じて頼る、自分を信頼する。それでいろんな人がいろんなことをね、もしあなたに言ったとしても、そのアドバイスはね、ありがたく教えていただいてありがとうございますって、でもあなたが受け取らなければそれはあなたの中には入ってきません。感謝はね、ありがとうございます、でも相手が差し出したものをあなたが受け取って苦しむ、あ、こんなこと言われた、
こんな非難された、そんなんあなたせん方がいいよ言われたって苦しむんじゃなく、受け取らない、ありがとうございますって受け取らなければ、それはあなたのものではない。だから本当の自分といつも向き合って、自分のインカーネーショナルスター、ね、そこと会話をし、そこを感じて、いつも何かあった時は思考にねエネルギーを流すのではなく、自分の腹に落として感じていくっていうことをおすすめします。あなたの人生に必要のないことは何も起こらない。全てが学びであり、全てがあなたがねこの人生を生きていく上での知恵に変わっていきます。私はそう思います。今日の後はこちら弁天様を書いてみました。ちょっとね楽器とかも書いてチャレンジしてみました。私はアートを書いたり音楽で表現したり、ね、これが私の表現の仕方です。あなたにはあなたの表現の仕方がある。あなたの個性をどうぞ、ね、認め、あなたがそこに意識を向け、認め、受け入れ、愛することで、あなたは太陽のように輝くことができます。あなたは太陽です、ね、あなたの内側のゴールドを輝かせていくっていうことをされてみたらどうかなって、私からのご提案です。またね詳しくお話聞きたいとか、自分の本当に向き合いたいっていう方はオールソマのコンサルテーションがとてもおすすめです。自分でね4本選んでボトルと対話をしていきます。無理強いは一切ありませんのでね、ぜひコンサルテーション受けてみてください。あなたがあなたの価値を見出すお手伝いをさせていただきます。はい、今日もねご視聴くださってありがとうございます。さあ明日は1月17日、阪神大震災が起こった日ですよね。決して忘れてはいけない日ね。あの日を忘れない、そしてたくさんのお犠牲になった方々の命に心から、ね、ちょっと言葉になりませんいろんな思いがあります。ごめんなさい、はい、じゃあ明日1月17日自分らしさの発見お届けしたいと思います。また見ていただけると嬉しいです。チャンネル登録お待ちしております。ありがとうございます。私はあなたを愛してます。私はあなたの応援者です。また明日。